はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジークリスタルクロニクルズ、前回の続きからやっていきます。まあ、とりあえず冒険に出るで、ティパ半島ですね、上に行きましょう。これでも正気ストリームだよね。現在クリスタルの属性は火になってるんで、ちょっと一回撤退して、ここで属性が変えられるはずで、決定水に変えると。はい、よし、これでちょっともう一回先へ進もう。リバーベル街道、あ、ミルラの雫がなくなってたね今。ちょっと待って、そう、なんか盗賊イベントが起こったんだよね。馬車のなんか中身を漁られたんだけど、特に何事もなかった。モンスターが追われている。なんだ日記に書き留めた、よくわかんない、確認しよう。なんかパクられたのかな。モンスターは多分正気の中動けるんだよね、まあ、だからうようよしてるんだろうけど。魔物を追って食事が終わり、さて出発しようという頃、魔物を追ってリルティの一団が走り抜けていった。あれは多分マール峠の村の人たちだ。マール峠では古くから火事が盛んだから、その材料探してもしていたんだろう。マール峠とか行きたいんですけど。火事が盛んってよくない？まあいいか、正気ストリーム突っ込もう。これ新しい土地へ行くってこと？いや、武器と防具とかなんか買いたいんだけどな。ここが正気ストリームか、物々しいな。置こう、モグリに持ってもらおう。持ってくれや。ちょ、モグリどこ？来てくんない、自分で行かなきゃダメ。持つと移動速度が落ちるんだよね。おうおうおお、そういうことでね。モグリは確か正気の影響受けないんだよね、種族的に。日記に書き留めた、一応見よう。突破したよみたいな、そんな内容かな。まあ、モーグリーはね、特殊な種族っぽいんで。正気ストリームを越えて、正気ストリーム、この地を多くのキャラバンが越えていった。そして自分も越えていく、また後から続いて越えていく人がいる。歴史の端っこにほんの少し触れたような気がした。はい、さてそこから次、正気ストリームを超えること自体はそんなになんか大変なことじゃないんだね。上が町っぽいね、ちょっと上先に行く。左がダンジョンっぽいから、マール峠、え、マール峠っていう町だよね多分。少し装備を整えてから行こう。上からしてんだな。おお、話せる人たちには話しておこう。こう見えても私若い頃ギャルにモテモテじゃった。あ、そう、ジュゴン川、橋渡し、ん、渡し森の野郎、また旅に出た、勝手なやつだ。ああ、帰ってこないと先へ進めないよってことかな。景気が悪い、明るい話はないかね。ラシェ、うちのおじいちゃん、若い女の子を見るとチェックが素早いの。いや、そういうおじいさん尊敬するよ。ポイントかな、鍛冶屋、防具の改造をしたいところをしたいなら俺のところへ来いと。見習いの武器、鉄、アイアンソードじゃん、欲しい。鉄がない、ただ
あ、装備できる種族が決まってるんだ。クラバットで銅が1個あれば大丈夫。100円かかるのか。作ろう。防御力が上がるから装備する。種族が違う。あ、銅の兜ね。銅の兜と銅のベルトは装備できないんだ。必殺払い抜け。ここはワーカーホリック。家庭の事情で悩んでる。大変なんだな。左行くとなんか外へ出ちゃいそうだから、当面は鉄だな。じゃあ行商人買う。どう、あ、鉄売ってんじゃん。500円とかたっけ。かけらって何なの。戦士の武器300円。とか金が全然足んねえわ。イスリルの鎧とか普通に売ってんじゃん。これ普通に買った方がよくね。いや多分素材を揃えた方がお手軽だよっていう。え、だって売るって言ってなんかある。大したもん持ってねえな。食い物あるけどこれ何なの。鉱物度が高いほどヒットポイントがたくさん上がる。まあ防御上がったりするのか。見習い武器のレシピ25円。セルキーユーク、え、これ持ってた方がいいのかな。野菜の種手紙につけて実家へ送ってみよう。そういうこと。え、ちょっとどうしよう。鍛冶屋、武器を強くしたい。いやだから鉄がないんだって。なるほど、金が全然足んないっていうことが分かった。まあ日記はねせっかくだから見ていきましょう。最初なんで。マール峠にて、マール峠の村。ここがかつてのリルティの民の中心となった土地。ここで生まれた鉄でリルティの民は世界中を支配していった。だけど今はただの街道沿いの村。時は全てのものを流してくれる。楽しいことも辛いことも全てを。そうだね、深いな。ではどっちへ行く。一回下に行って左へ行こう。キノコの森、雫はあるね。ちょっと行ってみるか。アーティファクトを集めるのも結構重要なんじゃん。なんか集会とかして素材集めをした方がいいのかな。あと敵の強さだよね。だから結局装備に依存されるよね。まだ小さかった頃、お母さんにこう聞いたらしい。ねえ、私はどこで生まれたの？お母さんは答えてくれた。私たちはね、キノコの森で生まれたのよ。そんな話を聞いてからというもの、森で迷う夢ばかり見続けたっけ。夜中に起きて泣きついたお母さんの胸のぬくもりは今でも覚えている。キノコの森、敵が強そうなんだけど。効率よく金を貯める方法っていうのもね。お金をたくさん拾う。出発。てかさ、なんかある。いや、なんもねえわ。魔法とかやっぱ拾わないとダメだ。モーグリに持たせよう。まずは左から探索。ん、なんかイモムシ。硬くね。魔法の方がいいかな。ケアル、ケアルはマジ重要だからな。金35円。あれ、これなんかどっか行けるよマークがついてるけど、なんか行けないな。何かが必要なんだな。うわ、待て、判定ガバガバだな。よし、レイズ、サンダー、相手痛い。
ブリザード。よし、ゴリオス。金金。とにかく今金が必要なんだ。ケアルで回復しよう。デイズとかってさ、でも人と一緒じゃないと意味なくない？こっち、うわ、なんだなんだ、うおおおお、やばい、変なとこ来てしまった。アーリマンが一丁、待ってやばくないか、隙は多いな。倒した。鉄、帰りたい。銀縁メガネ。隙を見て、結構攻撃が重い、ひるむんだけど。まん丸コーン、よし、3発入れば相手がひるむ。鈴なりチェリー、あ、これはあれか、属性を変えるやつ。てか変えれないんですけど俺。よしよしよし、金ファイヤー。ちょっと待って、本当に帰りたい、家に帰りたい、峠に帰りたい。またアリマンか、サンダーを捕まってきてるし。敵が多くなってきたな。痛い。拾って竜のひげ、一回ケアルで回復させよう。でも敵がすげえ強いってわけではないから、ちょ、ケアルなしだ。よくやる。ブリザードクリア、あれかな、状態異常解除する魔法かな。やみくもに A で連打してるだけだと連続攻撃につながらない。レイズ、このタイミングだな。はいはいはいっていう。で、KR で回復したら戦うに戻しとかないと。ダブルハーケン、これ何だよ。アーティファクト拾ってさ、今この場で機能してんの？タン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 、ちょっと待って、難しい連続攻撃が。フェニックスの、え、これどんどん進んじゃってるけど、痛い。銅のコテ、レシピでしょ。痛い。種拾って果物、ガラス玉で、ケアルで一旦回復。炎症速度が速くなるものってないかな。やっぱ若干遅いよね。まあ魔法だからしょうがないんですけど。3発で、あれ食らってないな、すぐ回復したのか。どうしようになって、こいつ毒になりそうだな。ただ食らうと銅のベルト、銅より鉄なんだよね、欲しいの。で、銅の鎧、なんかぽいところに来てしまった。もう戦うでいこう。ボスか、これはボスが出るパターンだな。
モルボルかよ。しかも絶対でかくなるでしょう。キノコ吸ってモルボル、やばい。こいつ炎効くかな。おお、ちょっと一回合体でスローか。ケアルは絶対やっときたい。解除してファイヤーとファイヤーでファイラーになるんだよね。クリア、ステータス解除。一応ファイヤーにしとこう。なんだなんだなんだ、やばい、なんか食らってる。これは何だ、吸い込まれるとちょっと危険なのかな。ファイヤー届かないんだよ多分。もう一度燃えろ、スローか。食らってんな、スロー。炎症も食らってる。攻撃してこう。スローをするってやったら、やばいやばいやばい、危ない。割と判定が上がってる感じ。なんか少しずれるだけで攻撃は当たらない。復活したかやつが。でやっぱりこれは回復しとこう。サンダーも別に効くって感じじゃないし。攻撃がこれだけだったら弱い。見てから避けられるから。来たか、あいつは立つぞ。やっぱり鉄の筒を来た方が良かったな。あ、出た臭い息。あれ食らったらやばそうだな。え、てか毒ってる、毒ってんな、食らったな。さてどうする、クリアを使うべきか。サンダーを変えてクリア使ってみよう。こいつ4発かかるんだよな。ちょっと今のうちに回復しとく。回復、3発当てられるようになった。やっぱ DPS 高いな。ちょ、弱かった、思ってたよりは弱かった。モルボルとかめちゃくちゃ正気の元になるんじゃん。大丈夫これ、このミルラの木腐ってない。モルボルの正気をものともしないのかな、ここにあるってことは。これ毎回見なきゃダメなの。あ、そこそこ溜まってる気がする。2個目だから。おお、溜まってる溜まってる。なんか次でいっぱいになりそうな感じなんだけど。
日記に書き留めた。確認しよう。手紙を届けに来たクポ。手紙種つけてみようか。じゃあせっかくだから。そんじゃ配るクポ。母クリスティからの手紙。クリスティ、ローランって誰なの？旅が始まってどうですか？ミカミックスがいなくて寂しいです。旅先で困ったことはない。足りないものがあったら遠慮しないで言いなさい。女が足りん、愛が足りない。え、お金が足りないんだけど。正直アイテムつけてあげるからさ。なんだっけ、果物の種、添付、送る、お願いします。仕送りを、仕送りをする立場なんだけどな、どっちかっていうと。多分帰るクポ。お疲れ様です。ボーナス条件、これ何なの？このポイントがたまったから何なのっていう。戦利品、手裏剣攻撃1、竜の火魔法1、バックラ防御1。アースペンだとハートが増える。いいな、これあれだな、ハートだな、重要で。アーティファクトはどれだけ機能するかだよね。キノコの森、キノコの森と呼ばれる場所に近づくほどに自分が小さくなっているような感覚に見舞われる。周りのキノコが増えるのはわかるけど、どんどん大きくなっていく。ついてみればもうそこは確かにキノコの森。足場までキノコで埋め尽くされている。モルボルに悩まされるも、なんとかミルラの雫を得ることができた。ちょっと鉄をゲットしたからね。鉄が欲しい、鉄が。マール峠にもう一回行こう。左のなんだろう、また港かな。港で大陸間を移動できるようになるのかな。そうするとちょっと楽だよね。まあとりあえずは武器、武器、一応武器の鍛冶屋の方に行こう。こっち鍛冶屋、武器を強くしたいってどういうことだろうな。まあいいや、アイアンソード作る、装備する。銅の鎧は持ってる。ここら辺は種族が違うから無理だけど、ちょっとキャラバンは8人までいるからね。それを考えておくと、やっぱり他の種族のものも取っておいた方がいいと思う。レベル自体はなさそうだから、やっぱアイテムとかで装備とか、まあ、自分を強化していく感じか。だから新しく作ったとしても装備品が揃ってれば、まあ、戦力にはなりそうだよね。ちょっと左行ってみよう。ジュゴン川か、いや川か、これもダンジョンっぽいな。ちょっともう一回キノコ行ってみたい。もう一回行けんのかな。キノコの森に入ってみます。奥まで行ってどうか。アーティファクトとか取れんのかな。でもさ、なんか時が経ってさ、あんまりこういうのしない方がいいよっていうのも中にはあるからね。殴り攻撃に耐えるとか超嫌なんだけど。置いて、でさっき左から行ったから、ちょっと右を探索してみよう。おお、ヒットポイント5あるね。いいねいいねいいね。こうやって強くなっていくのか。いけない。で結局左から行くのが正規ルートだったんだね。で宝箱あるじゃん、買って。硬いけど強くなってる、やっぱり。俺のアイアンソードで金40円拾って、だここがいけないんだよね。なんだろうな。で上でどうよ、
3発で倒せる。金金金金金、とにかく金。ブリザードとか売れないよ。これ弾かれるからあれか、連続攻撃できないのか。3だ。魔法で対処した方が良さそうだな。レイズ、レイズとかってだって仲間いないとさ意味なくない？戦闘不能から復活させる魔法、ハートは4つ分。まあ、合体用かな。まあ、ちょっと探索します。え、モルモルもしかしてまた繁殖してんの？繁殖してるし、マジか。モルモル倒す意味あったのかな。これ3発でいけるようになったかな。強い、俺アイアンソードが強い。食らった。弱い。 いやー、アイアンソード強えな。鉄の剣だっけ、なんだっけ、忘れちゃった、どっちか。じゃボスはいる。で、雫はないからね。殴り攻撃に耐える。結構食らったってこと？なんだこの100って。で、戦利品はじゃあこれゲットできるんだ。で、アースペンダントはもうすでに、これじゃあさ、全部取ってった方がよくね？え、そういう感じ？ダブルハーケンかっこいいよね。でも手裏剣にしとこう。攻撃で押し切る。まあ、攻撃で押し切るんだったら、やっぱでもリルティを選んだ方が良かったよね。魔法をそんなに使わないな、一人だと。まあ、今のところだけど、でもケアルが使えるのがでかいか。リルティだったらケアルの回復力どうなんだろうな。これなんか変わった？メタルマイン給料。一応属性が世界的にはこんだけあるのか。で、ちょっと見れるとすれば、手紙とかは特になかったね。ないな。キノコの森はもういいか。回る峠、もう一回入ろう。なんか買えるものとかないかね。ミスリルの鎧とか欲しい気がするんだよな。まあ、武器は今のところこれでいいけど、防具をもうちょっとなんとかしたい。一応見てみると、アイアンソードか、アイアンソード、ブロンズアーマー、お手製の盾、下がないね。下がないってことは、やはりちょっと買うか。買う。あと、売って金策をしなきゃいけない。ミスリルがそもそもないんだよな。ミスリルとか、5000円もすんの。混合石。ここら辺のかけらがよくわかんないんだよな。戦士の武器、各種。いや、戦士の武器も、所持金がなさすぎる。鉄の鎧、各種、種族、ミスリル。あ、ミスリル鎧は各種か。ミスリルの盾は俺が装備できる。鉄の盾はリルティ。なるほど、ここら辺ちょっと、まず売ろう。売って金策をしよう。銅はでも、金、ガラス玉、そんなにいいもんじゃない。銅の鎧、銅のベルト。レシピってどうなんだろうな、わかんねえ。売るとすれば銅
とりあえず3つくらい売ってみる。割と手に入ったからね。で460円でなんか買える。鉄の鎧が150円。あれ俺何処理したっけ。戦士の武器のレシピが欲しいんだよ。これ買ってみよう。レシピだからレシピは鍛冶屋さんに持っていく。で戦士の武器、鉄と混合石でセーフブレイド、必殺バッシュアタック。金も足りないし混合石も足りないし。ブロンズアーマーを持ってんのか。どうだかんね。でもブロンズアーマーってやっぱ鉄とはまた違うわ。で買う。混合石って250円。装備品を作るための材料、鉄のかけらと。でも鉄は違うよな。混合石が250円からのさらにあれか、鉄の鎧買おっかな。違う、鉄の鎧のレシピじゃん。しかもこれ、そういえばそうか、レシピか。さらにさらにあれか、作るのに金が必要なんだ。なるほど、これは結構厳しいぞ。もう一ダンジョンくらいクリアしないとダメか。剣が変わったからな。でもアイアンソードに、そうだね、ちょっとなかなか金策に苦慮している。というところで、じゃあ今回はここで終了して、まあ、次回はちょっとどっちに行こうかな。一旦見てみると左が川で右も行けるんだよね。で右はカトリゲス鉱山。ここなんかいいのありそうだな。どうだろう。雫でももう2回くらいやらないとたまんない。ちょうどここでたまるくらいかなというような感じになってますので、まあ次回は左か右どっちか行きたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。